岸本厚木は、福井県鯖江市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。小学3年生から野球を始めると、鯖江中学校時代には、控え投手兼一類手として、鯖江ボーイズでプレー中学3年夏のジャイアンツカップで、準決勝進出を経験した。敦賀気比高校への進学後は、1年夏から、ベンチ登録。 秋には、エースの山本正代に次ぐ柱として39回に、3を防御率2.04という好成績を記録し、県1位で12年ぶりの北新越大会優勝に貢献した。神宮大会では、初戦の9回から登板したが、タイブレークで7失点し、鳥取城北高校に、初戦敗退。2年春の選抜では8回1アウトから登板したが1回。 4失点を喫して、初戦敗退した。秋に AS の座を獲得すると、県大会優勝、北新越大会準優勝に貢献し、3年春の選抜では5試合に先発して4勝を挙げる活躍で、チーム初のベスト4進出の原動力となった。夏は、県大会準々決勝で敗退した。同学年に、玉村博則、北良太、一つ年上に、 西川龍馬がいる。2013年の NPB 育成ドラフト会議で、中日ドラゴンズから一巡目で指名。二巡目指名の橋爪大介と共に、育成選手として入団した。入団当初の背番号は202。中日に育成ドラフト会議での指名選手が入団した事例は、2009年の八千武と赤田隆一郎以来4年ぶりであった。 2014年、2015年、2016年、2017年、NPB 他球団での現役続行を希望していたため、2017年11月15日には、マズダ・ズーム、ズームスタジアム広島での12球団、合同トライアウトに参加。対戦した4人の打者に対して1被安打に、脱三振という結果を残したが、他球団からのオファーを受けるまでには至らなかった。 2018年からは、都市対抗野球大会での優勝と2年後の NPB 復帰を目標に、社会人野球の日立製作所公式野球部でプレーを続けたが同年に退部した。2019年からは、熊本の社会人チームである、熊本ゴールデンラークスでプレーした。熊本ゴールデンラークスは2020年をもって、活動を終了し、独立リーグ球団の日の国、 サラマンダーズに改装されたが、岸本はサラマンダーズには所属していない。最速時速1 4 6トル常時時速1 3 0トル台中盤から、後半の伸びのあるストレートを軸に、時速1 2 0トル前後から時速1 2 0トル台の、中央2種類のスライダー、時速1 0 0トル前後のカーブ、 時速 110km 台から時速 120km 前後のシンカーを投げ分け、コンビネーションで抑えるスタイル。ありがとうございます。